こんにちは、レオです。4月も終盤になりましたので、今月も購入してよかったものをご紹介したいと思います。今月たくさん買ったものがあるわけじゃないんですけど、購入したものの金額が大きかったりして結構悩んで購入したので、そんなものもご紹介しながら、全部で 1,2,3 5つ買ってよかったものと、あと3つね、見てよかったものをご紹介しようと思いますので、よろしかったら最後までお付き合いください。まず一つ目が、ソニーの ZV-E1 というこちらのカメラになります。じゃじゃんと。はい、どんなカメラかと言いますと、フルサイズのカメラで、ミラーレスカメラで、そして僕今撮影しているのがソニーの α7S3 っていうカメラで、もうめちゃくちゃ神カメラで僕は最高だと思ってるんですけど、このカメラとほぼほぼ似たような性能を持ちつつ、この手に収まる、一回りも二回りぐらい小さいサイズ感に収まっているという非常に素晴らしい機種になっています。このカメラね、僕以前動画もアップしていて、僕はソニーから直接呼んでもらって、体験会に呼んでもらって実際に使ってすごく良くて、だけど自分は α7S3 持ってるし、どれぐらいこれを使う頻度があるかなっていうところで非常に非常に悩んで購入をためらっていたんですけれども、決め手になったのはこの表です。見ていただいてます。僕旅行に行こうと思ってるんですね。ゴールデンウィーク旅行行くんですけど、その時に持っていきたいと思っているのがこの、カメラです。小さいカメラです。手持ちだと α7S3 とこれ今持ってるのと、あと僕は持っていこうと思ってた 1635F4 っていう、結構それも悪くないこんなレンズなんですけど、これもこれでねすごく良くて、それなりのサイズ、そんなに大きくないサイズで 16mm から 35mm っていうのは結構Vlog に使いやすい画角を撮影できるっていう、このレンズと α7S3 持っていこうと思ってたんだけど、それで計算すると重さが 1000g を超えてくるんですよね。で、それに対してこの ZV-E1 とあと 24mmF2.8 っていうレンズ、これもこの次紹介する今回購入したレンズですね、これ合わせると 600g 台になりまして、もう性能がかなり近いまま、全然スペックは違うんだけど、でも性能近いまま 350g も軽くなって持ち運ぶことができるっていう、この点がもうめちゃくちゃ魅力的すぎて、で実際またお店で、お店も2回行って持って、悩んで持って悩んでっていう、その実際買った日なんて1回行って出てカフェに行って、どうしよっかなって、もう閉店間際のカフェでどうしよっかなって悩んで、また戻って結局購入するっていうね、それぐらい悩んだんだけど購入したものになりました。でもう購入してレンズにフィルターもつけて、もうこういうね、これもついてくるんですよ、ふわふわがついててね。このカメラ、このマイクも良くて、だからもうほんとね、何にもマイクとかつけずにこれだけを持ってこうやってその Vlog をすることができるっていうね、この魅力に惹かれて、結局購入することになりました。買って良かったものっていうにはちょっと早すぎるとは思うんですけど、すでにテストはしているっていうこともありまして、購入してから家でもいくつかね撮影しながら、やっぱりいいな、やっぱりいいなって思いながら使ってますんで、早速今月の購入して良かったものに入れさせてもらいます。で、一緒に購入することになったのがさっき言ったこちらの 24mmF2.8 っていうソニーの純正のレンズになります。で、これもやっぱ良くて、 24mm の 2.8 はこのサイズなんですよね。で、 24mm って僕すごく思い入れがあって、僕が初めて購入したフルサイズ用の、レンズっていうのがキャノンの 24mmF1.4 だったんですね。で、当時 F1.4 だった理由は2つあって、1つはもう単純にボケがめちゃくちゃ綺麗そうだったから、 YouTube いろいろレビュー見てボケが綺麗そうだったから 1.4 にした。で、もう1つは暗所性能ですよね。要は前は初めて購入したフルサイズの、一眼レフの 6D Mark II で、でもその 6D Mark II っていうのは暗所性能はめちゃくちゃいいわけではなかったんで、レンズ側で明るいレンズを購入する必要があったんですけど、ソニーの場合は特にこの ZV-1 とか α7S3 はもうめちゃくちゃ暗所強いんで、もともと本体が、だからこっちのレンズ側は F1.4 だったのを 2.8 にしたとしても暗所性能結構いけんじゃないかなって思ったりしてるところがあります。で、そういうので言うと、F1.4 の 24mm って、これはソニーもだけど多分こんぐらいサイズあるんですよ。これ仮ですけど こんぐらいサイズある。これは1.8 なんですけど、結構でかくなるんですよね。で、それに対して、ね、このサイズ感でいけるっていうのが、またこう合わせ持った時のサイズ感、重さの軽さね、
そのあたりがもう最高だろうなと思ってます。で 24mm っていうのがね、ちょっと撮影してみますけど、この画角なんですよね。手持ちした時に、まあ、腕を広げれば、まあ、これぐらいの顔の感じに映るので、まあ、悪くないんじゃないみたいな風に思える、そんなサイズ感が 24mm です。だから手持ちでもいける、自撮りがいけるっていう、一番こうギリギリの画角が、広角の方の画角が 24mm かなと思うので、まあ、カメラ興味ある人いたらね、まあ、こんな感じですよっていうのをちょっと参考にしてみてください。今こっちで撮影してるのはちなみに 20mm の F1.8 で撮影してるんで、結構なボケ感で、 24mm の F2.8 だとこれくらいのボケ感かなっていう感じですね。ISO はオートでやってるんで、まあ、ちょっといろいろ設定の違いはもうちょっとあるんですけど、まあ、こんな違いがあったりはします。同じ場所だとこんな感じですね。 20mm が下の画角で 24mm が上の画角ですね。まあ、こんな感じの画角差になっています。ということでね、旅行に持っていくのがめちゃくちゃ楽しみになるレンズを購入しましたんで、旅行先からね、レンズもレビューしたいし、カメラもレビューしたいし、こんな感じですっていうのをね、実践で投入して早速ご紹介していきますので、よろしかったらこのチャンネル登録して今後も動画チェックしてください。そして3つ目に紹介したいのが、じゃじゃんとこちらです。アンカーワークの M650 ワイヤレスマイクロフォンっていう、こちらの商品になります。で、まあ、今ねご覧いただいたら分かるんですけど、ここでマイク使ってます。そしてここで受信機使ってますね。でこれちゃんと言っとかなきゃいけないですけど、僕アンカーにカナダ時代からの友達がいまして、その友達からテスト用に使ってみてよっていう感じで言ってもらったんで、まあ、今使わせてもらってるんですけれども、まあ今日もねこれで音録音してるんですけど、音いいと思うんですよね。ちょっと前の動画でもこれでテストするみたいなことを始めてるんですけど、結構音悪くないです。で音以上にいいのが、ここで押したいのはシステムで、このマイク使いやすさが半端ないんですよね。ここに充電器があります。でここ USB-C でね、このケースごと充電できる。でパカッと開けると、これもう一つ分の呼気ね、ここでマイクになってるんですけど、これとあとここに受信機のやつをセットして、あともう一個ねこれをセットするして、こう閉めるだけで充電開始されるんですよ。こんなに簡単なマイクないですよ、マジで。まあ、あるけど、このレベルですごい反応も良くて、音質もクリアでみたいなところも含めるとかなり絞られてきます。まあ、僕がこれまで使ってきたマイクっていうのはソニーのマイクで、まあ、僕結構このラベリアマイクとか、このこうやって使うマイクすごい好きなんで、ソニーのやつこれまで使ってきたし、あとこれからもソニーのやつにもアドバンテージあるんで、ソニーのやつはソニーのカメラとすごい相性良くて、デジタルでこう上にホットシューに挿すだけでデジタルで音をそのまま収録できるっていう良さもあるので、これからもソニーで使うんだけど、でもこいつに明らかに劣るのがその充電システムの部分で、ソニーはもうめちゃくちゃめんどくさくて、これがマイク側で、これがカメラにつける側の受信機側なんですけど、こっちで見るとどっちもね、ここをパカッと開けてマイクロ USB 充電をしなきゃいけないんですね。こっちもここをパカッと開けてマイクロ USB 充電で、これをまたケーブルを挿して一個一個充電するっていうのがめちゃくちゃめんどくさくて、早く各社ともにこういうシステムを導入してくれないかなと思ってるんですけど、でまあ実際導入してる会社もあるんですけど、まあ本当ね、アンカーの出たこのモデルっていうのはとても音質も良ければ、こういうシステムのところも希望配られていていいんじゃないかなっていうふうに使ってみたら思いました。あと使ってみて、おおめっちゃいいじゃんと思ったのが、受信機側のタッチパネルの反応で、これもちょっと今は見せられないんで撮影後で追加しますけど、タッチの反応めちゃくちゃいいんですよね。でこのタッチ反応がいいって、こういう系のガジェットのタッチ反応って、その必ずしもいろんな場所がうまくできるわけじゃなくて、なんかハードウェアだけこう中国でパパパッと作らせて、でソフトウェアがめちゃくちゃ良くないとか、ハードウェアにしたってタッチの繊細さみたいなのって結構技術極まらないとできない部分だと多分思うんですよね。結構苦戦してる会社多いと思うんですけど、もうアンカーワークスの このモデルは初めてこういうマイク持ってきたのに、タッチパネルとかめちゃくちゃ良くて、アンカーのソフトウェア方面の技術かなり高まってるなっていう風に実感することができた商品でした。とにかくね、このアンカーの商品はもう音質とあとシステムのバランスがめっちゃ高くて、総合力高くて、だから押せるなというふうに実際使ってみて思った商品でした。で価格がね35,000円なんですけど、昔この3万円台とかで買えるマイクって本当にここまでじゃなくて、まあ多分このソニーだって
あの別の良さがもちろんあるんだけど、これはこれであの結構それなりにしますし、あとこれに関してはあのこう2つマイクが入ってる製品なんで、まあ、あのインタビュー録音とかもしやすいわけですよ。あとここに穴がついていて、あの普通にラベリアマイクを接続してね、あのこれを要は見せずにも撮影する、普通にラベリアマイクとして撮影することもできるので、まあ、そういったいろんなことが合わさって3万5000円の価格にしてのその全体的な総合力でいうとかなり紹介して押せる商品かなと思ったので、ここで今月購入して良かったものとしてご紹介したいと思います。もし皆さんがね、あのそんなにこのチャンネルで撮影をゴリゴリやってますような人いないと思うけど、今後マイク購入するよっていうタイミングがあったら、ちょっとこの動画を思い出してみてもらってチェックしてみてほしいなと思います。ずっとカメラの話ばっかりしちゃって申し訳ないですけど、4つ目に紹介したいのがドリンクです。皆さんね、あ疲れたなーっていう風に思うとき、どんなことをしますか？僕はね、先週かな、疲れたなーって思ったときに、コンビニに立ち寄ったときに見つけた奇跡の一本が、正気のサタンっていう、アルコールドリンクでした。ここ2年くらいね、じわじわ、ローアルコールビアテイスト飲料みたいなのが、コンビニとかスーパーとかで、じわじわ販売されるようになってきていると思っていて、その中の一つで、ヨナヨナエルって聞いたことある人いると思うんですけど、ヤッホーブルーイングさんっていうところが作ってる、まあクラフトビールで、まあ結構なんていうか日本ではクラフトビールね、すごい広めた第一人者みたいな感じでもあると思うんですけども、そのヤッホーブルーイングが出してる 0.7% アルコールの、ビールテイスト飲料が正気のサタンですね。めちゃくちゃいいです。めっちゃ美味しいです。まずヤッホーブルーイングが作ってるって時点で期待値が高かったし、しかも IPA なんですよね。ローアルコールなのに IPA で、もうね、柑橘系フレーバーの風味も、もう飲んだ瞬間に絶対全員わかるぐらい美味しいし、まあ、そういう感じを受けるし、なんかローアルコールだからって味こうこだわってないわけじゃないですよ、むしろこだわってますよみたいなテイストで、もうね疲れたなっていう時に余計に自分を癒してくれるご褒美ドリンクだなと思いました。本当はこれに関してはね、こうお酒をいっぱい飲んでも全然顔変わんないよとか、頭もはっきりしてるよっていう人には、まあ、正直コスパ悪いのかもしれないですけど、僕は一杯飲んだら結構赤くなる、まあ、その後結構まあ普通に飲めるんだけど、でもこう一杯飲んだら赤くなるし、まあまあちゃうので、あんまり、ね、酔いたくないのね、一人でね、楽しく別に一人ですごく酔っても楽しいわけじゃないし、翌朝朝活できなくなるから辛いので、でもなんか疲れたな、でも今日もうちょっと頑張りたいなみたいな時はちょっとだけアルコール入れるとすごくテンション上がって頑張れる自分もいて、そういう自分にとっては対やる気コスパみたいなので言うと、やる気上げてくれるコスパで言うと正気のサタンめちゃくちゃ高いなと思って、今月見つけたもうマジで一押しローアルコールドリンクになったし、この夏多分僕めっちゃ多様すると思います。まあ、朝日のビアリーも僕好きなんで、まあ、そっちもね併用しながら今年の夏を乗り切ろうかなというふうに思っているところです。で、5つ目に紹介したいのが、ダスキンのスポンジです。物としては最後なんですけど、じゃじゃんとこちらです。はい。すごく生活感あるものをご紹介します。でね、スポンジもね、いろいろ試してきて、僕一人暮らし長いですよ。大学時代からなんで、もう12年以上だな。もう13年、14年とかになっちゃうかな。結構なんですけど、思ったかな？結構長いんだけど、僕ちゃんとじゃないな。最近、ちょっとご無沙汰だけど、一応料理嫌いじゃなくて、で、大した料理はしないけど料理するし、あともちろん食器も洗うし、みたいな感じで、もうひたすらいろんなスポンジも試してみたんですけど、なんかこのダスキンのスポンジはシェアオフィスで置いてあるのを見つけて、で洗い心地いいなと思って、シェアオフィスの人にこれどこのやつですかって聞いて、ダスキンだったからそれ以来使ってるんですけど、まあ見てもらうと分かるんですけど、こっちがね柔らかい面で、こっちが硬い面で、こっちの柔らかい面は食器洗うのとか全然いけるし、柔らかさ十分です。でこっちのハードな面はなんかご飯粒ついた食器とかもね、多分僕はガンガン洗う、そんないい食器も使ってないのでこっちでガンガン洗っちゃいます。あとへたってきたら僕2軍のスポンジに回すっていう使い方してるんですけど、 そうなった時にはこっち側でフライパンとか頑固な汚れの時にこれを2軍のスポンジになった時に洗うみたいなね、そんなローテーションを回してます。でこの間の部分のね柔らかスポンジもいい感じのクッションになっていて、こっちで洗う時にね結構傷つけすぎないような工夫になっていたり
するので、とにかく持ちも悪くないですし、あと泡立ちもとてもいいですし、ダスキンのスポンジはAmazon でも購入することができて、何パック何個かパックで、いくらみたいに売ってるので、非常にいいなというふうに思ってるので、皆さんにもおすすめしたいと思います。なかなかないよね、ダスキンとお酒とカメラを同じテンションで語るチャンネルね。はい。でここからはアニメの話をしたいと思います。今期のコンクールも始まりましたので、今期のアニメおすすめ、3つご紹介していきたいと思うんですけども、なんでアニメって思う人もまだまだいると思います。で、僕実は前職はカナダのアニメーションのソフトウェアを作る会社の、日本法人のマーケティングマネージャーをやっていたんですよね。で、それでそれがきっかけでカナダから日本に帰ってきたっていうのもあったんですけど、なんでそこ就職したかというと、僕もともとアニメめちゃ見る人で、自分の人生で一回もアニメにのこう裏側に関わるっていうことないだろうなと思ってた中で、そういう会社との縁ができたんで、就職して戻ってきたっていうのがあるんですけど、もう本当辞めても、会社辞めてもスタジオのアニメスタジオの方とも何人か友達もいるし、あと普通にアニメ大好きだから毎期見てます。で、その中でも今期は結構いいアニメ多くて、毎週楽しみにしているやつだけの3つあるんで、それを今日3つ紹介したいと思います。で、1つが推しの子ですね。もうめっちゃこうバズってるし話題になってるから、みんな知ってる人もいるかもしれないけど、もうね、サムネイルからは想像できないような作品だし、サプライズがとにかく多いんで、あんまこの動画でもちろんなんか変なこと言いたくないし、だから逆に言うと多くを語れない、アニメなんですけども、とにかく見てほしい。1話がもういきなり90分尺で作られていて、もうそんなアニメ自体がまずなかなかないわけです。1話90分よ、なかなかない。第1話ね、第1話が90分で、その後30分枠なんですけど、もうその第1話の拡大版をぜひ見ていただいたら、もうその中だけでもうなぜ90分で語る必要があるかとか、なぜそうだな、こんなに力が入っているのかとか、全部がわかるような作品になっているので、もうそこからは多分2話も3話もまだ今3話までしか言ってないですけど、ずっと見ていけるんじゃないかなと思ってます。僕はもう原作知らなかったんだけど、1話で心つかまれました。でも主題歌に YOASOBI 使ってて、 YOASOBI のアイドルっていう歌が出てるんですけど、もうそのあたりもめちゃくちゃ気合入ってるし、あと東京の街中でいっぱい広告出していたりとかね、もうとにかく制作委員会というかお金を出してる人たちの気合の入れようとかも分かる、よく見えるので、もうこれ絶対売ってこうっていう気合が入ってるので、今後もいい作品になっていくこと間違いないと思います。で、二つ目におすすめしたいのが、もうこんなのおすすめするまでもないんだけど、鬼滅の刃ですね。今刀鍛冶の里編やってます。で、もうね第1話からね、もう作画のクオリティで言うと半端ないですね。ちょっと第1話はいきなりこうお色気に持っていったりして、これもう子供向けなのにいいかなってちょっと思ったりもしたんですけど、でも第3話のアクション作画とかもうちょっととんでもない、もう映画だよ本当に。最近のアニメめちゃくすごいけど、それの中でもかなりトップオブトップみたいなね。さすがそういうこうテレビアニメでも作画ものすごい、レベルのものを出していくっていうことをこう最初にやってきたようなチームがね、UFO テーブルが作ってるので、もう本当に素晴らしいです。あと声優の起用も結構気合入っていて、第3話で話題になったんだけど、結構豪華な声優をババッと起用したりしていて、あ、そこにそんな方を使うんですかみたいなこともあったりしたんでね、もう本当にお金のかけ方、パワーのかけ方全部含めて成功しか見えてませんっていうような作品になってます。もうこういうのをね、享受できる時代にあるっていうのはとても嬉しいですし、多分もう10年経つと、結構なアニメ作品が AI アニメになっていっちゃうと思うので、今みたいにこうちゃんと書いて、で CG ももちろん組み合わせてなんだけど、こう全部を組み合わせてもうめっちゃすごいものを作るっていうクオリティをずっと保っていけるものなのか、あるいはここがピークでちょっと今後こうなんていうかな、もうちょっとビジネス寄りというか、今ね、はっきり言ってアニメってもう全然アニメーターの人たちはもう本当トップの人以外はあんま多分儲かってないで、儲かってないというかもう本当カツカツで生きてて、こうパッションを燃やしてみんながこう死に物狂いで作ってくれている作品を僕らは享受できているので、そういった意味で言うと、なんていうかもう本当芸術というか、好きだからやってるみたいな時代のもう最高峰になっていくのかもしれないとさえ思うので、今こういう鬼滅とか
あとチェンソーマンとかジュースとかそういうクオリティのアニメを見られるっていうのは本当に幸せだなというふうに思いながら鬼滅の刃見てます。あと3つ目が、地獄楽です。ジャンププラスで2021年まで連載されていた作品ということなんですけど、まあ、原作僕も全く知らないんですけど、これもめちゃくちゃ気合入ってて面白いですね。あの制作会社が呪術廻戦とかチェンソーマンとか作ってるあのマッパっていう会社があるんですけど、まあ、ここは結構あのまあまあ新しい会社なんですけど、もう、まあ、10年とかかな。で、もう、あの、完璧に、こう、マッパの、少年漫画を、こう、CG アニメーション、CG かけ、作画のアニメーションにするっていうところの、もう、コツをつかんで、もう、めちゃくちゃすごい、あの、クオリティのやつをテレビ向けに作ることができるようになっちゃった会社。そして、それにめっちゃ自信を持って、自分たちでも、ちゃんとお金を投資して、自分たちの作品を作っていこうっていうふうに今やっている。もう、多分今一番勢いがあるぐらいのアニメの制作会社なんで、もう、ほんと突き抜けた存在として、ここが作る少年漫画系のアクションアニメっていうのをめちゃくちゃ、毎回楽しみにしてるんですけど、地獄楽ももうめちゃくちゃもう切るシーンとかね、あのたくさんあるし、あとちょっと最近は気持ち悪いシーンも出てきてるんだけど、そういうところの作画も含めて、あの怪物が出てくるとかね、そういうのチェーンソーマンとかもあったけどさ、ああいうもう呪術も全部一緒だけどさ、もうああいうこう今少年漫画でよくある、あもう気持ち悪いのと爽快なアクションっていうのがもう最高に合わさっている作品になっています。で、企画にもねツインエンジンっていう会社が入っていて、まあ、ツインエンジンはねこれもね尖った会社だと思ってて、アニメ業界の中では面白いこのビジネス感をすごく持ってる会社で、まあ多分そういうのが好き嫌いあると思うんだけど、僕はすごい好きで、あのいろんな制作が、あの制作会社ってアニメ業界2つ種類があって、あの制作こうねお金を投資する制作と、あと実際に制作する制作っていうのがあるんだけど、ツインエンジンは前者の方なんだけど、たくさんのその制作各方の制作会社を傘下に抱えグループに抱えていて、まあそういういろんなところでそれぞれにあの監督とあのプロデューサーとかを用意してこうコラボしながらあのやっていくみたいなね、あのまあディズニースタジオみたいなことを多分日本でやろうとしているみたいな感じでもあの言い方もできると思うんだけども、そういうね。あのいち早くこうなんていうかな、職人主義のアニメ業界でもう会社化してちゃんとビジネスやっていこうぜっていうふうにやってる、結構スタートアップに近いような会社だから、めっちゃ注目しているそのツインエンジンとマッパっていうのがコラボしてやってるっていうのが地獄楽なんで、そういった裏の楽しみもあって僕は今めちゃ期待して楽しんでます。で、普通にどの作品もあの普通に作品として見ても面白いし、ストーリーもやっぱり面白いので、あ皆さんにも見てほしいなと思ったんで熱く語ってみました。ということで、前半のカメラパートと後半のアニメパートがやたら分厚くて、そして中盤で、スポンジの話とかビールの話しちゃうような今月購入してよかったものでした。なんか一個でも心に引っかかるものがあれば幸いです。こんなね今日はアニメの話全開で話しましたし、過去の、料理もたまにするんですよの話もしましたし、あのこんな僕の、生っぽい部分も含めてついてくれた方はぜひチャンネル登録して今後の動画もチェックしてください。以上になります。ソーシャルメディア、ツイッター、インスタグラムなどやってます。全部レオと山に探したら出てきますのでフォローしてください。以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。